皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ、連立方程式の4回目です。今回加減法の解き方の3つ目、ね、これを説明していきます。1つ目って2つの式そのまま足し算引き算することで、解を求めることができたと。2つ目はどちらか一方の式だけを何倍かして解を求めることができた。今回は2つある方程式どちらも何倍かして係数の絶対値を揃えて解を求めると、こういう方法になります。問題2つ使って説明していきます。括弧1番 2x-3y は -7、 これを丸1とします。 5x+2y=-8、 これが丸2です。前回同様それぞれの式の文字の係数、これをまず見ましょう。丸1の x の係数 2x ですから2ですよね。 y の係数 -3y なので -3 と。丸2の方は x の係数 5x なので5、 y の係数は 2y なので2、こうなります。そしてそれぞれの文字の係数、これを比べて最小公倍数がいくつなのかと、これを考えてください。 x の係数2と5、最小公倍数は10ですよね。この最小公倍数を10に揃えるために ① の式5倍、 ② の式これ2倍して x の係数は揃えることができます。で y の係数を見ると -3 と2ですよね。絶対値は3と2ですから最小公倍数は6ということになります。6で揃えるとき ① の式を2倍、2の式を3倍すればいいと。これどちらの係数を揃えてもいいんですけれど、今回は y の係数、これを揃える方法、 y の係数の絶対値、これを揃える方法で解いていきます。これ絶対値を6で揃えるので ① の式を2倍、丸2の式を3倍します。そして符号を見るとマイナスとプラスですから異符号ですよね。異符号の場合は2つの式を足し算することでこの文字を消すことができました。ではこれをやっていきます。まず丸1を2倍します。 2x-3y は -7、 これ2倍すると 4x-6y はマイナス14となります。丸2を3倍します。 5×3=15x+6y は3倍しましたから 8×3=24 でマイナス24と、ね、こうなりますよね。これを足し算すると 19x=-38 となって、両辺を19で割ると x=-2 と。ちょっと x が見にくいんで書き直しますね。 x=-2 となります。この x=-2 を ① の式あるいは ② の式に代入するんですけれど、今回下の ② の式に代入します。x=-2 ですから 5x+2y、 5×-2 で -10+2y=-8 と。ちょっとここで ② へ代入と書いていきますね。② へ代入と。で移行します。 2y は -8+10、2y は2となるので両辺を2で割って y=1 ですね。ですからこの方程式の解は x=-2y=1 とこのようになります。では括弧2番に移ります。次の問題に移ります。
4x プラス8y は32、こちらの式を丸1、 6x プラス 3y は21、これを丸2として、前回と同じようにそれぞれの文字の係数を見ます。丸1の x の係数は 4x なので4、 y の係数は 8y なので8と、丸2の x の係数 6x ですから6ですよね。そして y の係数は3です。これ x の係数は4と6、最小公倍数は12ですから、x を揃えるときには丸1の式を3倍、丸2の式を2倍すればいいということがわかります。 y の係数8と3、 y の係数を揃える場合は丸1の式を3倍、丸2の式を8倍しますよね。どちらがミスが少ないかといったら、 x、 こちらの係数を揃える方がミスが減らせそうです。ですから今回は x を揃えます。 x の係数4と6なので12に揃えるとき、丸1の式は3倍、そして丸2の式は2倍と、係数ね、符号を見ると正の数正の数なので、x を消したのには引き算をすればいい、ここまでわかりますよね。では丸1を3倍して 12x プラス 24y イコール96と、2を2倍して 12x プラス6y イコール42、これ引き算します。と x は 12x 引く 12x で消えますよね。そして y は 24y 引く 6y で 18y イコール96引く42で54、両辺を18で割ると y イコール3になります。これ y イコール3をこれ下の式丸2に代入しますね。これ丸2へ代入しますと 6x プラスサザンが9イコール21移行します。6x イコール21マイナス9、 6x イコール12、 x イコール2、こうなるのでこの方程式の解は x イコール2、 y イコール3と、このように求めることができるんですね。今回は加減法の3回目で、2つの式どちらも何倍かして文字の係数を揃える、文字の係数の絶対値を揃えて解を求めると、この方法について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。